肉部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では130番目に置かれる。日本における通称は肉、肉好き。肉字は動物の肉を意味し、切り取った肉片の形にかたどる。これに対して人間の肉は肌字で表されたが、寛大以降は肉字で人間の筋肉も意味するようになった。引き伸ばして、 果実の皮を剥いた実の部分、壁や貨幣の穴でない縁の部分を刺した。現代中国語で単に肉といった場合、豚肉を刺すのが一般的であり、その他の肉は牛肉、羊肉、鶏肉のように動物名を付けて表す。変貌の意図としては人や動物の体や臓器、容体の生育、悲壮や負傷、病気による体の変化、肉食、 祭祀といったものに関わることを示す。この時、ガツといった形に変えて使われるが、各国によってわずかに字型が異なる。ただし足にあるものの一部には、負のように肉のまま使われるものもある。肉部は、このようなフを構成要素とする漢字を収める。変貌の肉は、ガツ形に変えられて用いられるが、その字型は歴史的、地理的にわずかに異なり、ガツ部の ガツ形と統一しようとするものと区別しようとするものがある。印刷書体のうち、後期時点は、ガツ部のガツの二つがあると区別しようとしており、肉きは内部の横棒が右端についた形、月の月は横棒の終端が右端の縦角につかずに開いた形、周月は内部を二点とする。どのガツも一角目は、変や作りの位置にあるときは払いであるが、足の位置にあるときは、 縦棒となる。ついでに言えば、日本で甲冑の、兜とは、肉部の中とよく間違えられるが、これは、内部の横棒の両端が開いた形である。日本の新字体、中国の新字型は、肉付きも月の月も終月も、同じ横棒が、縦角にくっつく形に統一している。外形の一角目は、後期時点と、同じく辺、変、作りにある時は払い、足にある時は、縦棒となる。 肉付きだけに関しては、後期時点と同じ字型と言える。台湾の国字標準字体、香港の常用アザ字形表は、月の月と週月を横棒が、縦角にくっつく形に統一しながらも、これを肉付きとは区別している。肉付きは、内部の上がおゆるい傾斜の点、かがおゆるい傾斜の羽根、つまり、形とする。このため肉付きを、ひさげ肉方々と呼んでいる。ただし、 台湾と香港でわずかな差異があり、台湾では、どの位置にある時もさげにくかった方々であり、足の位置にあっても一角目を払いとするが、香港では作り及び足の位置にある時は、月の月と同じく横棒が縦角につき、しかも外形の一角目を縦棒とする、コンピュータ上で、Windows が装備するフォント再明定、新再明定は5.03半以降でないと、 台湾の国字標準自体に対応しておらず、それ以前の番では、後期自典体で表される、肉、ありがとうございます。